ロシア軍、精鋭の旅団5000人を東部での戦闘で失った可能性。壊滅したと言われるのは、第155海軍歩兵旅団。え、この部隊また壊滅したの？確かロシアの極東ウラジオストクに司令部がある太平洋艦隊から連れてこられた部隊だったわよね。遠くからはるばるやってきて何回やられとるんや。うむ。2月13日の朝日新聞の記事によると、ウクライナのメディアであるキーウインディペンデントが同日、ウクライナ東部ドネツク州ブフレダルをめぐる戦闘で、ロシア軍が精鋭の第155海軍歩兵旅団全体を失った可能性があると報じたとのことだ。この旅団、個人的に2度目の壊滅かと思っていたら、実は3度目の壊滅だったようだな。もはやここまで壊滅を繰り返していると精鋭と言い切れるのかは微妙だが、1月から激戦状態にある東部ドネツク州のブフレダルにてまたもや壊滅し、旅団のほとんどが死傷、捕虜になったと見られているぜ。少し前にもブフレダルではロシア軍が装甲車両を30台以上も放棄して撤退したってのを見たけど、もうズタボロやんけこれ。ワグナーから正規軍になっても東部戦線は全然好転してないみたいですね。この部隊の敗北はロシア軍の現状を表すものとしてはかなり象徴的だな。国内に人はいるので兵士を補充して前線に投下するものの、訓練不足のためかその度に無謀な突撃でやられまくっている、という構図が見えてくるところだ。ということで今回は、ロシア軍完全に正気を失ったか。3度目の壊滅に陥った第155海軍歩兵旅団と題し、この部隊のこれまでのウクライナ戦争における活動の様子を見てみよう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。この旅団がやらかしたのは今回が初めてではないということもあってこれまで動画で何度か触れているが、まずは第155独立新鋭海軍歩兵旅団についておさらいしておこう。この旅団はロシア海軍の旅団の一つで、太平洋艦隊レイカでロシアの極東、沿海地方のウラジオストクに配備されている部隊だ。この旅団は創設されたのは1944年11月で、赤軍第342狙撃師団レイカの第357狙撃連隊として中華人民共和国で創設されたのが始まりとなっている。1945年8月からは、第二次世界大戦にも投入されているぜ。ふむ。8月といえばソ連が対日参戦した月だったかしら。日本とも因縁が深い部隊とも言えるわね。1992年12月26日、ソビエト連邦の崩壊とロシアの独立に伴い、創設されたロシア海軍に編入された。2022年2月から始まったロシア・ウクライナ戦争では、その活躍を期待され、日本にほど近いウラジオストクからわざわざシベリア鉄道に乗ってウクライナ戦争に投下されることになったぜ。ロシアのプーチン大統領は戦争開始から1ヶ月ほど経った2022年3月28日、この戦争での活躍を評価し、この第155海軍歩兵旅団と黒海艦隊の第126沿岸防衛旅団へ名誉の新鋭称号を授与した。新鋭という称号をわざわざ与えられたということは、ロシア軍の中でも象徴的な部隊であることを意味する。当然、この頃は精鋭と呼ぶにふさわしい盛況な部隊だったはずだ。しかし今回、壊滅してしまったと。しかも3度目の、うむ。ロシア側の情報源は、今月6日から12日の攻勢におけるブフレダルでの戦いについて、ウクライナ軍の組織的な抵抗に直面して我々の部隊がやられた。敵は我が司令部のミスと部隊全体の準備不足につけ込んだと述べているぜ。以前の動画でも、ブフレダルで第155海軍歩兵旅団の装甲車両が30両以上失われた、と画像付きで拡散されていた件について取り扱ったわね。ウクライナ国防省の報告では、2月7日の1日だけでこの地のロシア兵士の死傷者数は1030人にも上ったとか、ブフレダルでのロシア軍は連日のように大損害出してて理解が追いつかないくらいよ。うむ。あれも驚きの数字だったが、全体の損害はそんなものでは済まなかったようだ。アメリカのメディアであるポリティコの取材に応じたウクライナ軍関係者は、このロシア軍による攻勢の1週間で、ロシア軍は戦車36両を含む130両の装備を失い、兵士も1日あたり150人から300人が死亡し、数
すでに第155旅団の兵員約5000人のほとんどが死傷するか捕虜になって壊滅した可能性があると述べているぜ。さすがにやられすぎ。兵士の消耗がワグナーが突撃させまくってた頃より加速してるんじゃないのこれ。しかし、ウクライナ軍が13日に発表したところによると、ロシア軍はこれだけの損失を被ったにもかかわらず、ブフレダルにおける状況は非常に困難で、ロシア軍の攻撃の勢いは全く衰えていないとのことだ。は？これだけ死んでるのに勢いが衰えないって、未だに数の力でゴリ押ししてるってことなんか、そのようだな。これはまさにソ連軍の戦い方だ。かつての独ソ戦でもソ連軍は死傷者2000万人というドイツ軍の3倍以上に上る屍の山を築いて勝利を手にした。今のロシア軍も、損害が増えようがなんだろうが、決着をつけるためには人命度外視で突っ込まなければならない。2023年に入って、ウクライナには西側諸国からレオパルト2などの欧米製戦車の提供が発表され出した。それがウクライナに到着し、訓練が終わるまでにロシア軍が勝利への道筋をつける必要があるのは事実だろう。そう考えると、古来から伝わる戦術としてはまあ成功法とも言えるかもしれないぜ。ここでもたもたしてたら、ますますロシア軍が勝利の道筋がなくなってしまう可能性があると、T90M や T80 など、ロシア戦車の中では高性能とされてきた機体が撃破されまくってる今、ウクライナの機構戦力に西側戦車まで加わったらもう完全に詰みそうですし。うむ。とはいえ、まさか21世紀の現代に、世界でも有数の大国がこのような戦い方をすることになるとは誰が予想しただろうか。しかも開戦時点ではすぐに決着がつくだろうと思われていたウクライナ相手にだ。また、プーチン大統領は2月21日に年次教書演説を予定しているが、侵攻開始当初に最低ラインとして目指した東部2州、ルハンシク州とドネツク州の完全制圧は進んでいない。この戦果を急ぐという意味合いもあるだろう。損害を顧みない攻撃はまだまだ続くかもしれないな。ウクライナにとっては迷惑すぎる話ですね。今回ブフレダルで大損害を被った第155海軍歩兵旅団だが、実は以前から相当悲惨な目に遭っている部隊だ。冒頭でも話した通り、すでに3度目の壊滅に至っているということは、かつて精鋭だった兵士がいなくなり、兵士のほとんどが入れ替わっている可能性もある。ここからはそんな彼らのウクライナ戦争での活動の軌跡を追っていこう。同部隊は精鋭部隊として、開戦初期からウクライナ戦争に参加しているぜ。2022年2月24日からボルノバーハの戦い、マリウポリの戦い、キーウの戦い、ブチャの戦いに投入されており、これらの戦いの中で団員600人が戦死し、600人が負傷で部隊は大損害を受け壊滅したとされている。ウクライナ軍の発表では、この部隊の1600人中、220人が戦死し、530人が負傷で5割の損害となっている。いずれにせよ、この時点ですでに部隊の 50% が壊滅に至っていたようだな。ブチャの戦いってまだ3月頃の話だったわよね。その時点で精鋭の兵士たちはほぼ亡くなったのかしら。以前動画でも解説した第一親衛戦車軍といったロシアが誇る精鋭部隊と同様、この部隊もキーウ侵攻に投下されていたということは、少なくともロシア軍はキーウ侵攻のために精鋭部隊を送り込み、戦術はともかくとして、首都を一気に落として戦争を早期終結させるつもりだったことがよくわかる。しかしそれが失敗に終わり、壊滅に至ったという話が上がっているということは、この時点でもう精鋭としての力は尽きていたのかもしれないな。第155海軍歩兵旅団の2回目の壊滅が伝えられたのは、11月6日、ウクライナ東部のドネツク州パブリフカでだ。以前このチャンネルでも取り上げた、病院から意味不明な作戦と言われたことでおなじみのやつね。ああ、同旅団はムラドフ将軍の命令によって、ウクライナ東部ルハンシク市の南に位置するパブリフカの町のウクライナ軍に攻撃すべく進軍した。しかし部隊は4日間の戦闘で死傷者、行方不明を含め300名の兵を失い、装備の 50% を失う壊滅的な打撃を受けることとなったぜ。今回の1週間で5000人近く死傷したってのを聞いた後だとマシに思えるけど、4日で300人もなかなかにえげつない数字ですよね。部隊のメンバーはこの窮状を訴えるべく、太平洋艦隊の司令部があるウラジオストクのプリモリエ州の知事であるオレグ・コジェミヤコ氏に書簡を送った。書簡は、軍の無謀な命令で部隊が大損害を受けたことへの不満を訴えるものになっている。その内容は再び我々はムラドフ将軍と同胞のアフメドフ大佐によって説明のつかない攻撃に放り込まれた。バレリー・ゲラシモフ参謀長の前でボーナスを稼ぐためである。ムラドフはアフメドフにロシアの英雄賞を約束した。その結果、我々とカムチャツカ海兵隊はパブリフカに進撃することとなった。我々の偉大な指揮官によって慎重に計画された攻撃の結果、装備の 50% に加えて、4日間で約300人の死傷者と行方不明者を失った。
それは私たちの予断だけだ。ムラドフやアフメドフのような凡庸な人間が、多くの命を犠牲にして戦果や表彰のために軍事作戦を計画するのをやめるのはいつだろうか。彼らは見せびらかすこと以外何も気にしていない。彼らは我々を肉と呼ぶ、というものだったぜ。めちゃくちゃやな。自らの功名心のために無理な作戦を決行して結局壊滅したと。そりゃブチギレますわ。しかもこの時から肉扱いって、囚人兵を肉の壁として突撃させまくってたワグナーと変わらないわね。この書簡の内容は、失態続きの正規軍に対して否定的な意見を述べる。ロシアの民間軍事会社ワグナー系の SNS でも公開され、数十万人のロシア人が目にしたとされているぜ。そして今回のブフレダルでの壊滅報道はこのパブリフカでの一件に続いて3度目のものだ。壊滅に至ったのであれば一旦は前線から退いて兵士の補充をすることになるだろう。2回目の壊滅と3回目の壊滅の状況を見るに、壊滅に至るまでの流れにほとんど変わりがない。どちらも無謀な突撃が理由であったことを兵士たちが伝えている。今回のブフレダルでの失敗もパブリフカの時と同様、ムラドフ中将のせいだという指摘もロシアの軍事ブロガーの中から上がってるのよね。前回せっかく書簡で訴えたってのにね。少なくとも、パブリフカでの壊滅で兵士たちが訴えた窮状というのは、ロシアの指導部たちや司令官たちには届かなかったようだな。そしてまたこの大損壊だ。これを狂気と呼ばずして何と呼ぶのだろうか。ISW の報告によると、もちろんロシア国内の軍事ブロガーたちはこの失態を批判しており、ウクライナでの戦争では何度も同じミスを繰り返す悪癖がはびこっている。このような事例は、ロシア軍にはドネツク州の前線全体で攻撃作戦を実施する力はないことを示すものだ、と主張しているとのことだ。結局また正規軍批判は加熱しとるやん。まあこんな様子じゃ当然よね。またワグナーに主導権戻るんちゃうかこれ。それはどうだろうな。ISW は2月13日の報告で、ロシア海軍歩兵がドネツク州のブフレダル周辺で壊滅的な死傷者を出し続けているが、プーチン大統領は、ロシア国防省を公然と支持し続けていると述べていたりする。もはやプーチンは多大な損失を出していようがなんだろうが、正規軍を優先していくつもりのようだぜ。ひえ。失敗から学べない正規軍でなんとか勝利を目指す以外、ロシアに残された道はないんか。その道は自分だけではなく、ロシア全体を地獄に導くための道だったと知るのは、いつになるんだろうな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。